このエリアの怪物を駆除する。作戦開始だ。マーカー確認。怪物ごとき恐れる必要はないぞ。イエスター ETF ETF 爆撃する。しっかりやれ。地上部隊頑張れよ。我々は怪物駆除のプロだ。だが油断するな。酸を浴びたら命取りだぞ。ハルミン、攻撃しろ。こちら D202。 こちら K6。 作戦は失敗。ターゲットは逃走。繰り返す。作戦は失敗。ターゲットは逃走中。海生物エルギヌスへの攻撃は失敗に終わりました。エルギヌスは逃走を開始。このエリアは逃走ルート上にあります。なんだと。こちら D202。こちら D202。 地上部隊の支援を再開する。こちら D202。 攻撃可能。プレゼントしてやるぜ。そんでロケット弾ファイヤー。これは警戒のする方に撃ちます。上空に目標を指示せよ。エルギヌスはやはりこのエリアを通過するようです。それどころか、すでにここにいる。でかすぎる。今までの怪物の気じゃないぞ。大きさの割に素早いぞ。攻撃しろ。市民が危ない。タンク到着まで敵を引きつけろ。ルースを攻撃しろ。正解的だぜ。外しようがない。俺たちが片付けてやる。ガンガンが通じないとサイズが違いすぎるんだ。シュート。
クタンクが到着する。持ちこたえろ。要請通り目標地点を攻撃したぞ。 DE202 よりエアレイダー上空で指示を待つ。こちら攻撃、攻撃。 DE202 よりエアレイダー上空で指示を待つ。こちら攻撃、攻撃態勢に入った。確認した。よし、攻撃開始。君の頼みは、追行歩兵はタンクを援護しろ。こちら E202 に攻撃可能。制圧攻撃機 D202 作戦エリア上空に再突入する。タンクが到着したぞ。歩兵部隊、タンクの陰に退避しろ。作戦エリア上空に再突入する。Yeah.
常識では考えられない恐ろしい相手だ。攻撃が効かないとは何という生命力だ。
敵を攻撃しろ。ドーベルリーダー、奴は手強い、十分に注意しろ。ドーベルリーダー、了解。新たなタンクが到着したぞ。歩兵部隊はタンクを盾にしろ。
上部隊だけでは太刀打ちできない。撤退しろ。上空で指示を出す。共に戦う。こちら D202 攻撃可能な戦闘が始まります。こちら D202 ターゲットを確認した。